パリ五輪は29日、日本時間30日、体操の男子団体決勝が行われ、日本は2大会ぶりの金メダルを獲得した。最終種目の鉄棒で、それまでトップに立っていた中国の選手が2度落下。大きな減点となり片を落とした姿に、米国の実況席も、彼のことはしばらく慰めようがないでしょうと同情せずにはいられない様子だった。画像、一度ならず二度も、あまりにひどい。 同僚が気の毒だ。金メダル目前で中国選手が鉄棒から落下する瞬間最終種目の鉄棒を。首位に立っていた中国は2番手のソエイトクが落下。会場からもため息が漏れた。演技を再開するも、まさかの2度目の落下。2点の減点に肩を落とし、チームメイトから慰められていた。一方で、2位だった日本は3人全員がミスのない演技で逆転の金メダルとなった。 米放送局 NBC の中継では、2度目の落下の瞬間に実況が鉄棒で信じられないドラマが展開。チームメートは見ていられませんと驚きの声を上げた。演技が終わると解説も、2度の落下を誰が予想できたでしょう。彼は今どんな気持ちだろうか、と絶句。実況は、彼のことはしばらく慰めようがないでしょう。彼は少しの間一人になりたそうだ。 理解できますと伝えていた。